ローラースケート、ローラースケートとは、車輪を靴底に取り付けて地面を滑走する運動用具。ローラースケートで滑走することは、ローラースケーティングと呼ばれる。靴と一体型のもの以外にも、通常の靴にベルトで装着するものがある。一般には、自動車のように車輪を四隅に配置するクワットスケートを指す場合が多いが、講義では車輪を縦一列に並べた。 インラインスケートとも呼ばれることがある、公術。公園や専用の施設で滑走するほか、警察官や店員の移動手段としても使われ、国によってはシャドウスケーターに解放するイベントも開催されている。ローラースケートの起源については、諸説あり、18世紀初頭のオランダで夏用のスケートとして作られていた、1743年の ロンドンで演劇に使われていたとも言われる。記録として残る発明者は在イギリスベルギー人ので、1760年にパーティで自身が使用したとされるが、これらが広まることはなかった。1863年のアメリカ合衆国にて、最初のクワッドスケートが発売される。安全で簡単に楽しめる遊具として広まり、ニューヨーク式やロードアイランドのニューポートに、 専用のリンクが解説され。1979年のアメリカにて、ローラーブレード車のインラインスケートが発売される。日本では道路交通法によって、交通の頻繁な道路でのローラースケートが禁止されている。頻繁の基準に関しては明確な基準はないが、およそ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。 一般の公園でも設備が痛む、周囲に危険を及ぼす等の理由から禁止されていることがあるが、ローラースケートリンクやスケートパークといった施設で滑ることができる。1877年、明治10年頃に日本にローラースケートが紹介され、1895年頃から普及し始め、1903年に日本体育会がスポーツとして導入した。 1910年に浅草ルナパークのローラースケート場が成功した。1913年、大正2年に子供たちの間でローラースケートが大流行し、これをきっかけに広く一般にも広まり、第二次世界大戦まで全国で次とローラースケート場ができた。1948年、昭和23年、岡山県の宝石工場にて徐行が ローラースケートを履いて作業を効率化する試みが行われる。九百五十二年昭和二十七年に関東、関西、中部、四国、九州各地区にローラースケート同好会が発足している。九百五十三年昭和二十八年十一月に第一回全日本スピードフィギュア選手権大会が九百六十年昭和三十五年に 1> 第1回全日本ローラーホッケー選手権大会がそれぞれ岐阜県大垣市で開催されている。1968年昭和43年からテレビでローラーゲームが放映されると子供たちの間で一躍ブームとなり靴の上から装着する安価なローラースケートが広まった。1975年昭和50年12月24日にスケーターを 対象としたディスコ、那覇ローラースケートランドが沖縄に開店。米軍基地に隣接していたこともあって、外国人の利用も多く、音楽と照明に合わせて滑る楽しさから、ローラーディスコとして各地に飛び火した。新宿、椿ハウスで日本で初めてのプロローラーディスコチーム、ピンクローラーズが結成された。1970年代後期アイススケートの夏場の練習用として、 インラインスケートが現れた。通年営業の屋内アイススケートリンクが登場したこともあってすぐには広まらなかったが、1989年頃からスピードが要求されるホッケーやスピード競技にインラインスケートが取り入れられ利用者が広がった。2000年代にはローラーシューズの一種キーリーズが登場し子供たちの間で流行したアイススケートのブレード波状に 細いウィールを縦一列に配置したローラースケート。通常は片側四輪だが、用途によって二輪や五輪も存在する。ローラーブレードと呼ばれることもあるが、ローラーブレードはインラインスケートの草分けとなったローラーブレード車の商標であり、本来はローラーブレード車製のインラインスケートのみを指す。クワッドスケートでは、スケートの先端にトストップ、ゴムのブレーキがついているが、 インラインスケートでは先端にもウィールがつくため、ブレーキをつける場合は後端になる、通常片側の。またこの構造から、ちょっとした路面の突起程度にはつまずきにくくなっている。スケーター自身がウィールを垂直に放置する必要がある、ことから、スキーと同様に足首をベルトで厳重に固定する図が多い。インラインスケートは、クワッドスケートより直進性に優れて、スピードも出しやすいため、 インラインの登場で、ロードレース、マラソン競技などが盛んになった。他にもスキーの練習、景観の交通整理など、多くの場面で使われるようになっている。気軽にスケートを楽しむためのもの。後方にブレーキを備えている。頑丈に作られている分、重量がある。アイスでのフィギュアスケート同様、トゥストップを持つ。ローカットの軽量なブーツを使用。五輪のものもある。 2018年ブエノスアイレスユースオリンピックでの正式種目ローラースピードスケートで用いられるスケートである。舗装された斜面を滑走するローラースケートの車輪は主にウィル、ウィールと呼ばれる。ポリウレタンで成形されており大きめのものではナイロンのハブを備える。用途によって径や形状がまた路面によって適当な硬さが異なる。ウィルの高度は 一般的に、米国材料試験協会規定の単位 A で表されており、アグレッシブでは 57mm90A 程度、レースでは 100mm85A 程度、フィットネスでは 80mm80A 程度のものが使われている。時空受けには608番ミニチュアボールベアリングが1輪に月2個使われている。外径の小さな688番も、 マイクロベアリングの通称で使われるようになっている。クワッドスケートでも行われていたスタントのインラインスケート版。ハーフパイプやスケートパークでエアーやグラインドを行う。トリックスラロームとは直線上に等間隔で並べたパイロンをインラインスケートでスラロームで通過していくジャンルである。通過していく際に様々なトリックを織り混ぜていくためこの名がついた。 トリックスラロームでは、直線上に等間隔のパイロンを並べるが、日本ではなぜか 150cm 間隔で並べるが、世界的にスラロームの標準である、フリースタイルスラロームでは、120cm、80cm、50cm 間隔である。個数の規定は様々で、パイロンの間隔に合わせて12個から20個が、一般的。 トリックスラロームにはいくつかの基本的なトリックがあり、これらを組み合わせたコンビネーショントリックでルーティンを構成する。基本トリックは進行方向によってフォワード、カイ、バック、B の接頭手をつけて呼ばれることが多い。例、イクロス、B スネークなど。コンビネーショントリックはこれらの基本トリックを組み合わせたルーティンであり、非縁、知らぬい、大蛇。 流線などの和名のほか、ウォルト、クレイジーなどの要名のついたコンビネーションもある。アグレッシブのような専用という製品はなく、どのようなタイプの製品でも可能。ただし、トリックを行うには、素早い過重移動に耐えられるものが、操作性、安定性に優れるため、剛性の高いものが好まれる。その他、操作性を高めるために、 ウィールの直径は 80mm 前後、さらに一般的には4つのウィールのうち一番前と、後ろの2つのウィールをやや小さめにする、ロッカリングなどの工夫がなされている。国際競技連盟は、ワールドスケート。日本の国内競技連盟は、日本ローラースポーツ連盟。通称、ギフ長良川カップ。1995年から1500人以上が、 参加して、岐阜市の長良川公園で行われている国内最大規模の大会。毎年11月上旬に開催される。アグレッシブインラインスケートの全日本選手権大会。前述のプロスケーター、安床兄弟が所属する株式会社グッドスケートが毎年夏頃に神戸市の G スケートパークで開催している。上位に入賞したアマチュア選手には米国で、 開催されているアマチュア世界選手権への出場権が与えられる。岡山市のアクションスポーツパーク岡山2011年閉鎖で5月に行われていたイベント。その中でワールドスラロームスケーターアソシエーション購入のスラロームコンテストが2010年まで行われていい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。